だから議会のことをね本当に尊重してるのはこういうことをやらなきゃ尊重したってことになんないんですよ。小泉一馬のちゃん<っ>ということで今日もやってまいりました長野市議会議員小泉一馬トークチャンネル「こいちゃん」ちゃんズの皆さん。お待たたせしましま月分の ご無沙汰でございますさてねこの間の氷ちゃんでねお話ししました富士通の随意契約その後どうなったか今日のタイトル「談合企業の富士通と駆け込み随意契約」にメディアも市民も怒り爆発ということでございましてあのー、小泉はねこれ発掘しまして。 議案質疑したらねもうメディアもも今回結構ね取り上げてくれましたもう信濃毎日新聞もそう中日もそう朝日もそうそれからテレビだとね NHK 長野も取り上げてくれてありがとう NHK それから TSB も SBC もって。 ね、小泉も結構名前出ましたしなんか TSB と NHK はね小泉の映像を使ってくれたってことでありがとうございますっていう感じなんですけれどもそれだけねメディアは今回のこの駆け込み随意契約専決処分の件については問題意識を持ってくださったありがとうございますで問題意識を持ってない方もいてそれは残念ながら長野市議会の中にいた誰か 西村子議員無所属ですね小泉の隣に座ってる方でねあのーえー、そうなんですよあの方なんですよねいつもねあの共産党なんかとね割と似た投票行動をする方なんですけども今回はなんとあっち側自民党系親友会そして公明党の諸君と一緒の議決を取りましたこのね選決処分小泉をはじめとして良識あると自分で言っちゃいますけど良識ある議員は 不承認、そんなもの認めないであちら側の方々は市長がやってることなの承認しろやんお前らそういうことですよでね今回議会のことなんじゃないけどメディアもね頑張ってくれましてこれはねえ何、ー、だ朝日新聞ですねとここにね名前が小泉一真議員っつって出してくれました指名手止前駆け込みその通りですよ本当にどうしてくれるんだっていう感じですよねこれは。 小泉の親父んちって切り抜いてきた最新文ですけれども。まあ、それはよし。それからね、Yahoo ニュース。これも全国版ですよね。全国規模ですよ。これも、あの、小泉にね、政治山っていうサイトがちょっとそれね、問題だから書いてくれよ、小泉議員っつって。書いたらね、これがね、Yahoo ニュースの方にね、停載してくれまして、えー、もうね、これもなんか何十万アクセスもね、来たっていうお話でございます。もう全国的にも注目されてました、この件。だけど、 非常に残念なのは、良識ある議決、不承認とできなかったとことで。これね、小泉ね、ちょっとね、まとめてみました。わかりにくい。そうなんですよね。でね、これちょっとね、長野市富士通の指名停止前、かけこみ水契約のための専決処分をめぐる見解というタイトルでございまして、これね、一つは、 市長の専決処分っていうのなんですよねこれは市長が自分で、ね、予算を増やせちゃうんです、裏技です。で、本当にやろうと思ったら議会の議決を求める、それから予算を使うということなんですけど、今回はね、選決処分しちゃった、なぜかというと、緊急性があったからというのを市長さんは言っています。国国民健康権に関する国 県からの紹介の期限がね、8月10日だったんですって。で、それに間に合わせるように、予算を緊急に補正して、富士通の情報システムを改修する必要があった。そうやってデータを整備する必要があったっていうのが、当初の説明、表の説明。だけど、裏の理由、本当の理由っていうのがあったんじゃねえのっていうのは小泉の、というか、小泉を含めた常識派の主張ですけれども、談合によ 不士通っていうのは談合やっちゃったんですよねで指名停止をせざるを得なくなっちゃった長野市役所だけど契約したいだからそのね指名停止の前に書き込みで随意契約やっちゃえばいいじゃんという理由で専決処分がなされただから緊急性ってじゃ書き込みで指名停止前にやっちゃうためだったんじゃないのっていうのが疑惑ですよねでそれからね議会の権限の尊重これも 1一つのポイントだと思います。っていうのは、議会が議決しないと予算って増やせないんです。これ、当たり前ですよね。だって、市長がポン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 予算を勝手に増やしてってね、それでいつことだったら、もうそれ、独裁ですよ、独裁。だから、そういうのはやっちゃいけないとまだ言わないけど、例外的な取り扱いだ。最大限議会を尊重しろよっていうのは、それは議会制民主主義の基本です。でね、じゃあ、どういうふうに尊重してくれたかっていうと、 市長の側は緊急の契約に議会を招集して議決を求める時間がなかったためやむを得ず市長選挙処分としては泣く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 やりたくなかったけどやったって言ってますけどそれ本当なんですかっていうのは小泉を含めた良識反問す疑問でね小泉がこれ質問したんですけど9月議会で議決を求める努力を怠り安易な市長選挙処分を下しているんじゃないんですかそれが証拠に 小泉はね、質問しました。国や県からの紹介への回答、この8月10日ってやつね、これを9月議会で議決を求められるように、後ろ倒しにする。もっとね、8月10日じゃなくて、もっともっと後ろにして、その間に議決をするっていう議会の議決を求めるっていう、そういう検討や交渉をやったんですかって聞いたら、そういうのはやってませんっていうあっさりした答えでした。だから議会のことをね、本当に、 尊重してるのはこういうことをやらなきゃ尊重したってことになんないんですよ。でしょで小泉も議会もね怒ったとでのほほんとしてまあ、そんなのいいじゃねえかと予算が取れれば先決だろうと議決だろうとどっちだもいいと市長がやりやすいようにやればいいんじゃないですかってやっちゃったのは西村優子さん親友会。 公明党の方々ですもう何度でも言いますけど、西村優子さん今回あっち側、親友会公明党の側です。で、これ非常に残念ですね。やはりね、こういったね、明らかに問題がある、そういった時に議会がチェック機能をきちんと果たせないなら、ら議会なんかいらないんですよ。市長が全部先決やっていけばいいんですよ。だから、議会の自殺なんです。こういうことを認めてるようではね。 で、そういう議会でいいのかっていう目でね皆さんも見てください小泉は議会を応援してくださいって皆様にお願いしています長野市議会応援してほしいだけどそれはねやはり誰でも彼でも応援してくださいってことではないんですよわかりますね2